少々お待ちください。すいません、申し訳ないです。よろしくお願いします。お茶の面談お願いいたします。ちょっと大変申し訳ないんですけど、ちょっと一瞬、あの、お手洗いに行ってきても大丈夫ですかね。あ、ちょっとこの後仕事あって、先に進めてもらえると。あ、かしこまりました。じゃあ、はい、説明させていただきます。今回の、三者面談の、まあ、主な内容としては、まずはね、中間テストの、結果から、まあ、あの、振り返りだったり、今後どういうところを伸ばしていかないといけないかとか、まあ、こういうところはね、引き続き頑張っていこうとか、まあ、そういうところを、言っていきたいなというふうに思います。こちらが一応、中間テストの結果となっております。まあ、あの、副教科は割とね、非常に良い点数取れてるんですけども、特に音楽とかね、意外な、うん、音楽もできるんだというところは意外でしたね。まあ、ただちょっとね、メインの5教科がややね、前回より落ちてしまっているのでね、そこをもう少し、伸ばしていけたかなというふうに思うんですけども、ちょっと、大変申し訳ないです。すいません。大変申し訳ないんですけども、ちょっとお腹の調子が今、あんまり良くなくてですね、ちょっと、すぐ帰ってきますので、ちょっと一瞬だけお手洗いに行ってきても大丈夫ですかね。あと5分、10分とかでちょっと出なきゃいけないんで。わかりました。わかりました。わかりました。で、続いては、進路相談ですね。まあ、高校受験ということで、まあ、あと1年半後ぐらいになりますけれども、一応、どういう高校に行きたいとかはお話やってますけど、アザス君としてはどういうところを希望してるんでしたっけ？僕はサッカー強いところ行きたいんですよね。あ、なるほどなるほど。サッカーじゃなくて、勉強で頑張りなさい。いや、勉強で頑張っても、俺部活で行きたいし。いや、でも数学のこと考えたら、絶対勉強の方がいいと思う。いや、俺サッカーのプロになりたいからさ。いや、言ったじゃん。先生、どう思います？先生はい。どう思います？ごめん、なんだっけ、期末テスト。いや、進路です。進路か。いや、でも、やっぱアイスホッケー強いところ行った方がいいと思うよ。うん。ちょっと待って。はい、ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっともう、もう最悪だ。